アメリカがなぜロシアを攻撃しないのか北朝鮮がなぜ攻撃されなかったかビンラディンはなぜ攻撃されて殺されたのか東京と大阪と京都と福岡に核ミサイル落とすぞって言われたら多分自民党政権崩壊するんですよ。 えー、日本は軍国化して世界と肩を並べないといけないという意見に私は反対です。いつ侵略されるかもわからない恐怖に怯え大切な人を守るために敵を殺されなければならない。そのような愚かな戦争を繰り返すのが人間というなら私たち人間は滅びきだと思います。しかし現に周りに大切な人がいたり大事な環境があるのも事実です。つまり人間が少しでも平和な未来をしたり残すため、生存に残すためには私たちは争わないという姿勢を理想論と言われようが絶対に崩してはいけない気がするんです。両木さんの意見をお聞かせください。えっと、気がするというのだと、 他人を説得することはできません。で、えっ、ー、と、じゃあ、アメリカがなぜロシアを攻撃しないのか。で、あの、北朝鮮がなぜ攻撃されなかったか。で、ビンラディンはなぜ攻撃されて殺されたのか。武力があるからです。核を持ってるからです。要は、その、お互いに核を持っていて、こいつを殴ったら大変なことになるよねってなると、平和が訪れるんですよ。要はその、例えばじゃあ、僕はめちゃくちゃ腕力が強いです。で、 えっと、撃たれても死にません。なので、警察が僕を捕まえに来たとしても、警察は僕を止めることができませんっていう、スーパーマンの能力が僕があったとします。で、そうなると、何か食べたいものがある、欲しいものがある、奪い取る。でも、それを警察が止めることはできません。なので、僕やりたい放題なんですよ。で、なんかムカつくやつがいるから殺すとかで殺したとしても、でも僕を止めることはできないんですよ。 なので、圧倒的な武力がいる人がいた場合は、その圧倒的な武力の人に従い続けるしかできないんですよ。例えばじゃあ、その僕がその性格の悪い死んだ境目の人を殺してやるぜって言って、殺したとして、その子孫が、その相手、ひろゆきに殺されたんだって裁判所に言って、じゃあ裁判で有罪殺人犯って僕がなったとしても、誰も僕を逮捕できないんですよ。警察官より強いし、自衛隊が来ても銃で殺せないから。 っていうので、圧倒的な武力があった場合に、そこの理不尽なことが起こったとしても我慢し続けるということをしなきゃいけないんですよ。で、じゃあ、僕と同じ強さのスーパーマンというのがいました。で、僕がいました。なので、僕がヒゲ親ヤさんの家族を殺したとして、スーパーマンが僕を捕らえることができるんだったら、僕はヒゲ親ヤさんの家族を殺したら、スーパーマンに捕まるからやらなくなるんですよ。 なので、僕と同じぐらいの強さの人がいた場合に、僕は法に触れないようにした方がいいよねってなるんですよ。なので、同じような強さの人たちというのがいることによって、みんなが法を守った方がいいよねっていう形になるんですよね。 なので、核を持っている国というのが多数いることによって、やらかした国っていうのを抑えるというのが発生するので、なので、その、ね、あの結局、お互い同じ強さになった方がいいよね、ということで、お互い同じ強さだから、圧倒的な悪さをするというのができなくなるという構造なんですよね。なので、その、戦争がなければいいよね、武力がなかったら戦争がないよねは違うんですよ。ではその、じゃあ、小学生が、あの、 腕力が強い子がリーダーシップを取るとかってあるじゃないですか。まあ幼稚園でもあるんですけど。で、それがなぜ起こるかっていうと、腕力というの、武力が発生してるからなんですよ。要はその、全員が乙武さんだったら腕力は発生しないので、ひょっとしたら話し合い決めるかもしれないですけど、残念ながら腕力がある人の方が物事を進められるよね。腕力、暴力大事だよねというのは、残念ながら人間社会必ず発生するんですよ。 なので、暴力を使う人がいたら、じゃあ警察官が捕らえられるようにしよう。っていう形で、警察官という武力があることによって、その腕力で物事を進めようという人が日本社会の中にはいません。でも世界の場合は警察官っていうのがいないので、じゃあアメリカだったり、じゃあ NATO だったり、その、えっ、ー、と、イギリスだったりっていう方、イギリスもなったりというか。 っていう形で、その核を持つという形で平和な社会を作ろうということになってます。なのでそれがなくなった時代の方が、要は第二次世界大戦の時代ってその核がなかったんですよ。なんで第二次世界大戦の時代って世界中で数百万人死んでるんですよね。毎年毎年。で、今でもそのじゃあウクライナとかロシアの戦争で、一応ロシアが10万人単位で死んだと言われてるんですけど、でもそれも1年間で10万人なんですよ。で、ウクライナは5万人ぐらいかな 死んだのかなので15万人ぐらい死んでるんですけど、でもな第二次世界大戦と比べると、やっぱり死者数は少ないんですよ。なので、その核の抑止力っていう、武力をお互いに持ってるという状態の方が、死ぬ人数は少ないという話ですフランスって常任理事国の中で同じ勝たせてもらった国である中国より最弱で、うっかり核保有国であることを忘れてしまいそうなくらい影が薄い。 一応、空母も持ってるのと、国土で行くと、あの、やたら多いんですよね。アメリカの下にハイチとかあるんですけど、あそこら辺にそうフランス領の国があったりとか、あと、あの、ニューカレドニアっていう、あの、島があるんですけど、太平洋に。で、あそこもフランス領なんですよ。で、さらに、あの、南米の、あの、ギニアっていうところも、あそこもフランス領だったりするので、実はあの、フランスの土地って世界中にあって、で、そこを軍事基地としても使えるっていうのもあったりするので、 なので割とそれなりにあの、この軍事力だったり、世界に対しての影響力というのは大きいんですけど、まあ知らない人は知らないですよね。あとまあ外人部隊強い説とかね。ああいえまあ、あの、核持ってるっていうので十分だと思いますけどね。核持ってない国がいくら頑張ってもどうしようもないですからね。ら日本が結局その軍事費いくら貯めたとしても、核持ってるロシアとか中国と戦争したら、やっぱ勝てないですよ。 その小競り合いをして自分の国を守るはできるんですけど、あの、俺らの国攻め込んできたらお前のとこ核撃つぞって言われたらごめんとしか言えないんですよね。その日本は民主主義なので、あの、例えばじゃあ、えっ、ー、と、ロシアと戦争になりましたと。で、ある程度ロシアのその本土も攻められるようになりましたっていう時に、あの、1ヶ月以内に撤退しないと、東京と大阪と京都と福岡に核ミサイル落とすぞって言われたら、 多分自民党政権崩壊するんですよで。仮に崩壊しなかったとしても、あの本当に核ミサイル落とされたら、やっぱり自民党政権崩壊するんですよ。要は、降伏してれば俺たちの家族は死ななかったよね。僕の親戚、友達は死ななかったよね。降伏しない自民党政権が悪いよねっていうので、降伏しましょうっていう政権が、あその政党が投票で勝っちゃうんですよ。 なので、まあ、そう持っていかないというのが大事ってなると、核を持っている国に言われたら、謝るしかないんですよね。それか、アメリカさんなんとかしてくださいってアメリカに泣きつくしかないんですよ。なので、あの、核を持ってないという時点で、最終的には、その、相手の国を攻め、攻め込むっていうのはできないっていことになっちゃうので、難しいんじゃないかなと思います。 えー、日本は先の戦争からずっとアメリカの植民地だということを理解していますか皆さん分かっていますかショックドクトリー。えっ、ー、と、緊急事態要項についての話し合いが行われています。憲法に緊急事態条項が創設されたら、全てが終わりです。覆すべば覆すすべがありません。え、古いろいろ知った上でパリに移住したんですよね。今後は日本が崩れていくのを酒飲んでえらいへ終われながら見届けるだけなのでしょうか えっと、あの、日本のその自民党だったりが一生懸命その憲法変えようって言っても、最終的にはその憲法を改正するかどうかは国民投票で決めることになります。なので、あの、国民が望むかどうかなので、別に僕はあの国会で憲法の話どれだけしてもいいと思うんですよ。いや、そのなんか、草案こうしたいですとかっていうのは、別にどんどん僕議論すべきだと思うんですよね。その核を持ち込むかどうかっていう、そのなんか、 核を持ち込むかどうかを議論すること自体がおかしいみたいな人たちがいるんですけど、別に議論は勝手にしたらって僕は思うんですよ。で、じゃあ憲法改正しますっていう時に、そのじゃあ自衛隊を軍隊として認めるかどうか、で、要はその自衛軍と名乗るかどうかっていうのは、最終的にはもう国民の多数派が決めることなので、なのでその自衛軍がいいですとか、日本軍がいいですっていう議論も、僕別に勝手にすればいいと思うんですよ。 ではその結果がどうか。で、最終的な権限が誰なのかっていうのでいくと、憲法改正に関しては最終的には国民が権限を持ってるので、なので、あの国民が、そのこ日本軍っていうのは良くないよねと思うのであればならないので、なので別になんかそんなに気にしてもしょうがないんじゃないかなと思います。でむしろその、 議論をしないということの方が僕は良くないと思いますよね。えっ、ー、と、軍事兵器は核兵器より衛星兵器の時代であり、日本も核保有について議論するより、衛星兵器の保有について議論すべきだと思うんで、ど思いますかえっと、あの、言ってることは正しいんですけど、衛星兵器を作ろうとすると、核が必要になります。<laughs> 要はその、衛星からどういうふうにエネルギーを出して、で、それが兵器として使えるようになるかっていうと、 じゃあその太陽光発電だけで集められるエネルギーだと大したエネルギーにならないのでそうするとミサイル撃った方がいいよね。でもミサイルを撃つときの爆発力とじゃあその重量要はその火薬を持っていくるのは大量の火薬を持っていくるのは重いじゃないですか。なので質量あたりのエネルギーでいくと核が一応人間がコントロールできるものの中ではそうあの重量あたりのパフォーマンスがめちゃくちゃでかいんですよ。 で、さらにあの宇宙で他の衛星ぶっ壊すとかになったら、その核爆弾を送ってぶっ壊しても、別に放射線バンバンででもいいじゃないですか、宇宙だから。なので、衛星兵器を作るのであれば、核ミサイルを使った方が効率いいよねってなるので、衛星兵器を作るのであれば、どういうふうに核ミサイルを作るかっていうのがヘッドになると思います。で、ただその衛星兵器で相手の国をどう攻撃するかって話になると、 日本は核持ってないので、衛星兵器で、じゃあ、例えばその中国とかの衛星をバンバンぶっ壊したとして、じゃあ中国が切れて、日本に対して核ミサイルボーンと食っても、日本は核ミサイルで反撃できないので、やられましたって言って終わっちゃうっていうのがあるので、なので、あの、結局、その核の抑止力というためには核ミサイル必要だよねって話になるんじゃないかなと思います。かけてもいいですけど、 チャンネル登録した方がいいです。